崎さん。もしもーし。あれ、もしもし。どうしました？どうしました？はい。どこですか？牧之原。わかりました、わかりました。新しい家庭だ。新しい家庭だ。わかりました。大丈夫ですか？はい。はい、お前来ないと。やばい。すぐ行きます、すぐ行きます。わかりました、わかりました。行きますね。大丈夫ですか？何かあったんですか？事件。マジかよ。すぐ向かいます。牧之原来たけどやばいって俺。うわ、鍵開いてんじゃん。ってことはこの中にいるってこと。くっすまいな。もう行くしかねえか。暗っ、やっば。入りたくないんだけど、こん中なんか明かりとかない。これはよし行くか。怖っ。え、閉まった。え、開かないんだけど。マジ。え、マジ勘弁してくれよ。声聞こえるんだけど。尾関さん。いないんだけど。え、嘘。いない。マジやばいって、この中で。これはえ、尾関さん。え、いないんだけど。尾関さん、いない。何今さっき。もう尾関さんの残像が見えてる俺には。もうこれでもう探すの無理だから、もうあの人は死にました。帰りましょう。これ無理。めっちゃ静かだけど、もう一回ちょっと、あ、いろいろお世話になってるしね、探すしかないっしょ、これは。聞こえた今。こっちだよ。トイレの方だね。怖っ。マジ怖いんだけど。なんか変な吐息みたいの聞こえる。トイレね。いいね。鏡ついてないじゃん。落ち着こう一回。インカメラにします。はあ、今何、尾関さんの亡霊に取り憑かれてる俺。怖っ。てか雰囲気ありすぎでしょ、ここ。いないもんね、何も。上、もうちょっと部屋を探してみますかね。尾関さん、もういいよ、もういいっすから、もうちょっと出てきてください、マジで。え？やばい。
もう多分し、多分もう、もう多分あれだ、もう召されてる多分。やばい怖っ。いないんだけど。嘘でしょ。うまいなマジで。どこよマジで。マジもうなんかちょっと気づかれしたわ。てか本当に出そうだからさマジで。ここ空いてるね。ここ行きますか。マジどこで出てくるかマジで分からんからさ、マジで怖いんだよね。いないよね。もうさすがにあのフォルムじゃここには入れないでしょ。ここね。何？いきなりドンって出てくるわけじゃないよねこれ。いきますか。ん？閉まったんだけど勝手に。何？やべえ、フラッシュが切れた。マジ？マジ？いないよね。怖っ。ちょっと待って、ちょっとずつね。いねえじゃん。てかめっちゃ雨降ってる。怖ぁ。何？やばい、出ないといけないね、これ。あれ？いないじゃん。やばい、もうけどこれ全部見たでしょ。もうあとはもうあの大関さんの亡霊はもういなくなったと。もう大関さんの亡霊はもうこのフロアからね気配を消しましたね。2階上がるか。2階、こっから行きます。怖っ。マジ無理なんだけど、なんかこれバイオハザードのあの2の警察署じゃんこれ。やべえ見えねえ。やばい聞こえる。もう多分大関さん近いわ。あれ本当の大関さんだわ。あの声は。あのよし、最後のフロア、ラストステージですよこれ。暗すぎて何も見えねえ。フラッシュたけるかな。あ、来た。ラストステージ2階。尾関さん、尾関さん、雨の音がすげえなマジで。いないよね。やばい、ラスボス。やばい、これやばいって。どうやって倒せばいいこれ。やばい、あの部屋に消えてった。あの部屋入るしかないか。
か。いや、尾関さん、本当にお世話になってるからね、助けないと。ここで勇気を見せてね。いや、ここは何、スタッフルーム的なとこに、これはね、バイオハザードだった分、これハンドガンの弾とかここに落ちてるやつ。やっぱ、怖っ。生々しいんだけど、マジで。何なんかアイテムみたいのはないのね。こことか絶対やばいじゃん、これフィッティングルームっしょ、これ。いないよね、このカーテンの向こう側とか。ないね。っていうか、いないってどこ行った、マジで。こんなか。いなーい。あれしょ、バイオだとここに死体がコロンって転がって落ちてくるとこしょ。何？なんか聞こえたけど、まあ、けどここにはいないから、もうとっとと出よう。早くもう出よう。マジでやばいって、ここやばい。